いやーでもね、やっぱ正味なところ、皆さんね、自己責任ばかりではないかなと思いますよ。特にね、昭和40年代に生まれた方、私もそうなんですけども、成長期に高度経済成長っていうのを、体験して、世の中どんどんね、小学生の頃とか、どんどん新しいおもちゃが出てきたり、ゲームが出てきたり、テーマパークが流行ったりとかね、ものすごく産業が潤って拡大してた時だったと思うんですよ。お父さんもどん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 豊かになっていったり、近所でも家の建て替えがどんどん行われたりとかね、ものすごい豊かな、世の中だなっていうのを感じながら、将来自分も大人になったらとかね、こんなことしたい、あんなことしたいとかってね、すごく夢とか憧れを持って成長したと思うんですよ。それが高校生とか大学生になった時に、バブル崩壊だよみたいなことがね、当時はバブル崩壊なんて言葉はなかったですけども、なんか知らないけど急に先輩が就職が決まらなくなったりとか、進路が難しくなったりとかね、不況ってものが出てきたんですよね。破産者がどんどん出てきたりとか、銀行による貸し剥がしみたいなことがあったり、あれなんかおかしいぞと、俺たちが今まで思ってきたもの、教えてきたものが、教えられてきたものが通用しないんじゃないかなって気がついた時にはすでに遅くって、面接行ったら通らない、上場企業はもうね、中堅以下の大学取らないとかね、そんなことになってきて、就職に結構失敗しちゃった世代なんじゃないかなと思うんですよ。で、就職に失敗した世代がそのまんまとりあえず非正規かとかね、フリーターとかってやってみたら、ついにそこから抜け出せなくなった。5年経っても10年経っても、今度はね、新規採用ですよっていう会社が出てきても、今度は新卒を自分たちよりも下の世代を取るわけですよ。で、すでに30に手がかかったとかね、30過ぎたロストジェネレーションっていうね、言われる世代っていうのは全然採用されなくなってきて、そして私たちが自分のことをきちんとね、磨いてきたか、積み上げてきたかって言ったら、残念ながら、なかなかそうではなくて、大学出たからいいでしょうみたいなところもあったり、特に資格はないけども、一応大卒だからってことで、たかをくくった部分があったり、これはね、私の勝手な。